時間をかければかけるほど消耗も激しくなる。すると当然依頼達成に支障が出る可能性がありました。ですのでもっと戦いを楽しみたいという欲望に蓋をして勝負を終わらせることにしたのです。私はシズが苦しまぬように一撃で勝負を終わらせようとしました。ところがここで思わぬ出来事が生じたのですよ。なんとシズの仮面に触れた途端私の力が反射されてしまったのです。はっきり言ってこれは異常事態でした。痛みを感じたのが久しぶりならば驚愕したのも数千年ぶりです。何しろその仮面どう見積もっても私よりも時間の積み重ねが長かったものでね。それこそ時間圧は無限に等しく、それはつまりこの世にありうべからざる物体といっても過言ではありませんでした。時間とは無限からゼロへと収束する現象であり、その到達点は善なる一というのが私の見解。停止することはできるかもしれませんが巻き戻すなど不可能であり、つまりはその時点での時間圧の蓄積量は万物不変の絶対値であるべきなのです。その結論が覆されたとなると私の考えが間違っていたのでしょうか。いいえ違いますね。その仮面が得意点に関与していると見るべきでしょう。ではどうして彼女がそんなものを持っているのか、がぜん興味が湧くというものでした。だから私は彼女を見逃したのですが、それが彼女との因縁の始まりだったのです。その日の夜、オルトスとかいう雑魚に殺されそうになっているシズを見て早速それに気づきました。人間は弱い。シズは実力者ですが、どうやら成人には至っていなかったようで、イフリートをあれだけ刺激しているのに、不思議な話ではありますがね。とはいえどれだけ強くても人間は人間ということです。披露すれば実力を十分に発揮できないものですし、そこを狙われれば簡単に敗北してしまう。実に脆弱なる生き物なわけですが、これが困ったことに私とも無関係ではなくなったのです。私が見逃したことでシズとの勝負は引き分けとなりました。つまりはシズと私は互角だと世間では評価されてしまっている。そうなるとですよ、シズが負ければ私の敗北とも同義になるわけです。断じて認められぬ話ですね。それに何よりも私に痛みを与えるほどのものが他の雑魚に殺されるなどあってはならぬ出来事でした。だから私は自分の依頼を達成するついでに彼女を助けることにしたのですよ。それからシズとは何度も開口するようになりました。時には敵対し、時には協力してと、本当に不思議な縁で結ばれたものですよ。まあ退屈しのぎにはなりましたがね。そうして数十年の月日が流れ、ついにその日がやってきました。シズが自分の寿命を悟って旅立った先にあのお方がおられたのです。私は一目で気づきましたよ。このお方こそ私が仕えるにふさわしい主なのだとね。シズの仮面が割れた時点で、その時間その場所で起きた出来事が大いなる得意点に関与しているのは明白。そしてその証拠にリムル様が割れた仮面を修復してのけたのです。時間圧もそのままに、シズの仮面はそこにありました。つまりはここが起点にして終点、運命の輪は必ずこの得意点へと至るのでしょう。であればこれから先リムル様を観察することで世界の真理すらも解き明かすことが可能なのではないかと
私はそう考えたのです。まさしく私の寿命を捧げるのにふさわしい。そんなリムル様をよくよく見直せば、ただのスライムとは大きく違っていましたとも。つるりとした流線形は美しく、思考の美を体現したかのごとく、ぽよんと弾む姿は神々しく、見る者の心を和ませます。リムル様の流線形は他のスライムとは違い、麗しくも気品に満ち溢れ、威厳がありました。どれも同じに見えるだと。はやれやれ、あなたの目は腐っているようですね。あっても役立たないようですし、くり抜いて差し上げましょうか。おっと失礼、私としたことが少々興奮してしまったようです。話を戻しますが、私は運命のお方であるリムル様とようやく出会えました。どんな美人レイクもリムル様の前には霞んで。え、褒め言葉に戻るなですって。いいえ、全然足りていないでしょう。ここからがいいところなのです。なんですって？時間がないから話を進めろだと。チッ、正気か。ここからが重要なのに。まあいいでしょう、仕方ありませんので、その件については後日ゆっくり。それでは続きを話しましょうか。リムル様はシズの遺言を聞き届けました。寿命を迎えたシズを受け入れ、その身に宿したのです。そしてリムル様は人の姿を手に入れられたのですが、悔しいことにそこまで観察したところで私の方が時間切れとなってしまいました。肝心な場面を見逃したのは私としても痛恨の極みですが、何度も言うように肉体を持たぬ私は悪魔界に存在しておりまして、基軸世界である現世とつながるだけでも力を消耗し続けなければならないのです。シズがリムル様と出会ってからずっと観察していたので、この魔力切れは必然でしたね。無念な思いを飲み込み、次の機会を待つことにしたのです。ですがそこからが長かった。先ほども述べましたが、現世を観察するのも労力を必要としますのでね、常に見張っているというわけにはいきません。一番いいのは受肉しておそばに仕えることですが、そうするためには先に召喚してもらわねばならないわけで、本末転倒と言わざるを得ないのです。無理やりにでも権限して直に頼み込み配下にしてもらうという手段もありますが、これは禁じ手かなと思いました。私でも短時間しか権限するのが無理な上、そんな真似をすれば自分の力を消耗することになります。そんなリスクを背負ってもしも失敗したら、ペナルティでしばらくの期間現世とのつながりを断たれてしまいかねないですから、定期的な観察すらできなくなるよりは召喚されるのを待つ方が賢いというものでした。そんな消極的な態度が悪かったのか、せっかくリムル様が悪魔召喚を行ってくださったのに出遅れてしまったこともありました。抜け駆けしたのが私の眷属だったのもあり、あの時の恨みは相当なものでしたよ。もっともあの時に応じていたら魔王ラミリスの配下に任命されていたでしょうし、結果的にはこれで良かったわけですが。そんなこんなもありつつ、慎重を期して定期的に観察を続けておりますと、待ち望んでいた機会はすぐに訪れました。リムル様が魔王への進化を目指す過程で悪魔を召喚なされたのです。それはイニシエーション、真なる魔王へと至るために仕掛けられた最後の罠。肉体を作り変える過程で深い眠りに陥り、完全なる無防備になってしまうというね。そこを守らせるために2万もの死体を餌として1000体を超えるグレーターデーモンを呼び出そうとなされたわけですが、それを見逃す私ではありません。ここぞとばかりに自力で権限して
リムル様から報酬を受け取ったわけですよ。無論その場にやってこようとしていたウゾウムゾウどもは文句すら口にできぬ体にしてやりましたとも。こうして私は無事に受肉を果たし活躍の機会を得たのですが、そこからも大変でした。いえ、任務そのものは楽勝だったのですが、リムル様はとても無慈悲なお方だったのです。意気揚々と御前に馳せ参じるなり、もう帰っていいよと言われてしまいましてね。生まれて初めて泣きそうになりましたよ。そこをランガ殿が取りなしてくれたおかげで、お仕えすることをどうにかこうにか認められたというわけです。ランガ殿には感謝してもしきれません。これからもずっと恩義を忘れず、彼との遊戯を続けていくつもりですとも。とまあこんな感じですね。このようにして私は名前を授かり、リムル様の従者となりました。羨ましいでしょう。声に出さずともわかりますとも。それではそんなあなたをもっと羨ましがらせて差し上げましょう。リムル様のお世話を任される私ならば、かのお方の普段の生活ぶりを語り聞かせるなど造作もないことですから。それを聞けば私とリムル様の親愛っぷりが際立つかと思いますよ。なんですって？興味ない？いえいえ、遠慮なさらず。本心では興味津々だとちゃんと察しておりますとも。何？時間がないからインタビューを終了する？ですって？理解できませんね。これからがいいところなのですから。え？本気でここまで？そんな。ああ、なるほど、そういう作戦ですか。私から喋らせたくなるように一歩引いてみたわけですね。小物の策などお見通しですが、今回はあえて乗ってやりましょう。それでは次回の機会を楽しみに。またどこかで会える日までしばしのお別れです。